こんにちは、マサです。ここ2週間ぐらい、ドル建て金価格が下がりっぱなしです。1890ドルから1820ドルまで70ドルぐらい下がってるんです。一方で、ドル円レートは130円から135円まで5円円安になってますから、円建て金価格はそこまで下がってません。今日の金価格は 8765円ぐらいです。なんでドル建て金価格が下がってるかというと、アメリカ経済が予想以上に強いからです。ですからインフレは下落はしてるんですけど、思ったより下落ペースが遅いんです。先週発表されたアメリカの生産者物価指数も予想以上でした。ですからアメリカの 中央銀行が強気なんです。現在0.25%ずつ政策金利を上げてるんですけど、これを0.5%にしようかっていう話まで出てます。それほどアメリカ経済が強くてインフレへの警戒感が強いんです。最近アメリカの IT 企業がリストラしてるんですけど、 これは IT 業界だけの話です。サービス業界はすごく強いです。今週発表されたアメリカのサービス業の景気指数も予想以上に良かったです。ですからなかなか雇用が悪くならないんです。ということはインフレもなかなか下がってくれないわけです。現在のアメリカの政策金利の予想は来月が 0.25%の利上げで5%そして5月も0.25%の利上げで5.25%そして6月も0.25%の利上げで5.5%とだいたいここまで行くんじゃないかなと思います去年の11月12月時点では 5.25%いくかなぐらいな感じだったんですけど、今では5.5%ですよ。これがドル建て金価格の頭を抑えてるんです。ですから予想はすごく難しいんです。年始に多くの金の専門家が価格の予想をしてますけど、当たった人を見たことないです。今年はどうなるでしょうね。 では以上です。ご視聴ありがとうございました。